こんにちは、春町テレビ MC の岩堀さつきです。ここからは備えの基本を学ぶ教えて防災さんの時間です。今回も OHK 防災士の小林さんとお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、はい、今日は夏から秋にかけて、うん、特に警戒が必要な自然災害についてちょっとお伝えしたいなと思うんですが、はい、さて、うん、その自然災害とは何だか分かりますか？夏から秋といえば、はい、これからの時期、うん、台風じゃないでしょうか？そうです、簡単でしたかね。はい、今日はその台風について防災の役に立つ情報をお伝えしたいと思っていますが、はい、早速ちょっともう一個質問なんですが、はい、台風今年実はすでにもう2個発生してるんですが、うん、はい、では1年間に平均どれぐらい発生していると思いますか？1年間もうすでに2個なんで、はい、5個。あ、少ない。なるほど。ちょっと正解いってみましょう。はい、お願いします。はい、実は平均でここ30年の統計では1年間に25個。ちょっと少なかったです。あ、そうですね、少なかったですね。かなり。この25個のうち、日本に接近したのが12個、そして上陸したものが平均3個となってまして、この発生も接近も上陸もいずれも7月から10月に集中しているというわけなんですよ。かなり多いですね。はい、この25個のうち、はい、まあ、15個ほど、ね、はい、これって結構警戒が必要ですよね。そうです。この15個が平均でこれからの時期にやってくるっていう、このまあ具体的な数が分かると、うん、まあ、本当にリアルにこう、あ、やっぱ対策しなきゃなっていうのを感じられると思うんですが、はい、実はここからがその本題でして、うん、その台風の勢力、どんな台風が来るのかっていうのを知るポイントがあるんですよ。はい、ちょっと備える上で重要だと思うんですけど、はい、そのポイントとは何でしょうか？はい、よく聞いてくれました。はい、じゃあそのポイントをちょっと見ていきましょう。はい、はい、台風のこう勢力を表すものは大きさと強さなんですね。うん、はい、でじゃあその大きさは何かと言いますと、強風域の半径となってるんです。うん、で強さは中心付近の最大風速、これで決まることになってます。うん、なるほど。この大きさを示す強風域は風速15メートル以上の風が吹く範囲のこと で、ね、はい、この強さを示す最大風速というのは、はい、10分間の平均風速のことなんですね。はい、そうなんですよ。よく天気予報で、うん、大型で非常に強い台風とか、うん、超大型で猛烈な台風っていうのを聞くと思うんですけど、はい、聞きますね。はい、それはこの台風の大きさと強さに基づいて決まってるんです。うん、この大きさと強さってどうやって決まってるんですか？はい、じゃあもうちょっと詳しく見ていきましょうか。はい、こちらです。うん、で大きさはこの大型と超大型の2つに分類されてます。はい、で大型の場合はさっき言った強風域の半径が500キロ以上、うん、超大型になると800キロ以上ということになります。うん、そして強さは弱い順から強い、非常に強い、猛烈なというふうに表現してまして、うん、例えばこの一番強い猛烈なになると、はい、中心付近の最大風速はもう54メートル以上ってなってるんで、うん、もうとんでもない暴風が吹き荒れてるということになります。うん、なるほど。このね、大きさの超大型、この半径800キロ以上っていうのは、はい、半径が800キロなんで、直径で言うとね、1600キロになるんで、北海道から九州まですっぽり埋まって、はい、っぽり収まってしまいますね。日本列島がすっぽりそのまま収まっちゃうぐらい超大型だっていうことなんですけど、はい、まあ、それぐらい台風が大きければ大きいほど、うん、当然影響を及ぶ範囲も広くなっちゃうので、うん、まあ、岡山の仮に近くを通らないとしても、うん、そのすっぽり入っていると警戒が当然必要になっちゃいますね。はい、それから強さの方も、うん、これが強さが強ければ強いほど、うん、雨、風、高潮、いずれもですね、リスクが高くなるということになります。
やっぱ超大型で猛烈な、ね、台風となるともう被害の防ぎようがないと感じるんですけど。そうですね、もうそれだけ強くて大きいのが来たら本当にどうしようかと思っちゃうと思うんですが、はいはいはい、ただまあ、うん、台風は確かにその台風そのもののリスクを減らすことっていうのは当然できないんですが、うんうん、はい、大きさですとか強さ、うん、それからいつどこに来るのかっていうのは天気予報で分かるようになってるんですね、うん、ですのでその接近のタイミングとか台風の勢力を知った上でしっかり準備をすれば台風の被害は軽くできるんですね、うん、なるほど、そこが大事なんです。なるほど、この毎年15個の、ね、台風がまあ接近上陸ということですから、うん、まあ、これからのシーズン、うん、台風シーズンになってくるので、はい、まあ、皆さんにも、ね、あの備えてしっかりしてもらいたいですよ ね、 うすね、もう15個がやっぱり平均やってくる、もう7月から10月の間にやってくるので、うん、しっかり情報収集して備えてほしいなと思います、はいはい、ありがとうございます。さあ、今回の教えて防災さんはここまでとなります。小林さん、ありがとうございました。さようなら。